相当疲れてたんですね。未だに私、自分自身にあんまり自信がなくて、取り繕っちゃったりすることもあるけど。先輩は私の本当の姿を好きでいてくれて。その先輩に好かれてる私はすごく幸せ者だな。思ってますよ。だから、その幸せ者に好かれ
呼ぶようになるのかな。